どうもお疲れ様です。早場所です。今日も少しだけマインクラフトをやっていきたいと思います。そして今日は、この弓はちょっと合体させてから始めたいんですが、ちょっと待ってください。一旦この付近の装置の、あ、できてますね。植えてますね。 OK、 ちゃんと植えてますね。で、これを合体させて、まあ今日も前回の続きですね。弓矢の強化、今無限の弓矢を持っているんですが、今ですね、今度は修繕する弓矢を作っているところですね。この射撃ダメージ、これとこれで3ができまして、で4あって、でこれとこれをやって4の分ができます。これにこれを15、射撃ダメージで、あとはまあここまでは OK なんですよ。ここまでは OK です。でここからはあと必要なのはこれをつけますよね。で、こうなりますよね。フレーム、耐久で、パンチ、あと何がいる、無限の代わりに修繕がつくって感じなんですけども、向こうの村にちょっと行ってみたいと思います。どうでしょうかね。道のりを、まあここの道を通るのもいいんですが、新たにここも鉄道を引こうかなとは思っておりますが、まあ実際には何だろうな、あの初期リスポーン地点にはもう一応駅はあるんですけど、でその隣の、サバンナエリアに行く鉄道は走ってるんですが、そこからここまで伸ばしたいんですけども、距離がありすぎる。4500も離れてますからね。4500レール、さて、何がいくかな。あ、修繕か。修繕あるかな。修繕はありました。これをつけて、で今持ってる弓矢をちょっと様子ちょっと比べてみたいと思う。今持ってるのはこれ何個ぐらい、 1,2,3,4,5、 ここですよね。1,2,3,4、でこれ終電5、ぐらいでちょうどいいぐらいですか。ここに弓矢を飾っていって、
が引き足に降りていくんだよ。で、今かぼちゃ持ってたよね。かぼちゃスイカ持っている。かぼちゃスイカ持っていた。ということはここで、はい、これで回復させていくしかないと。はい、次の方。今レベル10に絶対足りねえな。よし、待て、ここないか。ないか。何どうかしましたか、ゴーレムさん。で、ここからかぼちゃを、はい、大体スタックに取っていくか。サトウキビ、絶対昆布はすごいことになって、いっぱい。はい、経験チャットにしかしない気もする。多分15になったよね。よし、こほい、はい、パンチ、パンチじゃないね、これだね。これで5にして、あとはこれとこれで24。いや、嫌な予感がするな。これに修繕がつけれないと意味がないんだよ。17が先だな。なんか察知したのかお前は。何かを察知したっていうのか。そうよ、オウムがいた。Thank you.
じゃないの。静子さんかなって、これでよし、ここが出して取り忘れないかで、よし、それでは、はい、これと修繕を入れていく。これとこれで何本いる？高すぎます。パンチが入れれません。そうですか、パンチは入れれない。まあそうでしょうねって。あ、待ってよ、組み合わせ変えてねえわ。でこれをここにして、これをここにしたら高すぎます。これもダメ、両方ダメ、両方ダメ、残念。まあパンチはまあなくてもいいかないですよね。一応これはできましたが、まあここちょっと実験を、まあ一発じゃ倒せれない。あ、倒せる、倒せるならいいかな。ね。よし。じゃあこれはここへ。よし。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。それでは。